はい、こんにちは。この間ね、100円ショップでね、車のスマホホルダーを買ったんですけど、まあちょっと失敗しちゃったんですよ。どう失敗しちゃったかっていうのは、これを見てください。はい、そういうわけで、ちょっとねサイズ感を失敗しちゃいまして、ちょっとガタガタっていうかもう入らない、ので新しく今度はねAmazonで買ってみました。それが今から開封していきたいと思います。よいしょよいしょ。これですね、スマホホルダーの外見は何の写真もなかったって分かりづらいかもしれないんですが、こちらの方を購入してみました。開け方が、開け口が、よかった。これがこんなやつです。はい、これダッシュボードとかにこのクリップで、このクリップで挟んでこうやるわけですね。でここが緩んで、まあ、緩みまして、これを回る、でこれも回る、そんなタイプのやつを購入してみました。では早速ね、こちらの方取り付けて実際に車も走らせてみたいと思います。後ほどね。中に入っているものは、はい、取扱説明書、英語表記のものと裏面がちゃんと日本語表記のものですね。それからこれ、なんだろう、なんか数字のステッカー、これ何するんだろう、この数字のステッカー。え、取説にはね特に書いてない、取説には特に書いてないですね。でもね、ここにね何かね、ここにね何かこのシールがこうペペペペペペと、おそらく携帯の番号かなんかをこう出すのかな。何のために、なんで携帯の番号を載せなきゃいけないのか分かりませんが、おそらくこのシールはきっと取り、それからもう一つ、六角レンチ。お、六角レンチとプラスのやつです。はい、プラスのドライバーはこういったところに使えたりはできますけども、六角レンチってどこで使うのって感じなんですね。まあまあいいでしょう。これ早速つけていきますね。よいしょ。それでは先ほど開封した、スマートホルダーの方の装着していきたいと思います。で、装着にあたってはここの持ち手が穴が開いてるんですけど、ここで指入れて引いてここちょっとバネが強いんですけど、でここでクリップで物にダッシュボードとかに挟めるようになってます。で、重要なのがここの距離ですね。ここの距離が短すぎると
走行中に脱落してしまう可能性がありますということなので、その辺はあらかじめよく調べてから購入した方がいいと思います。で、あとはこれ、このこれね、スマートフォンを簡単に脱着できるプッシュボタン、ボタンでもないか、なんかプッシュしてサイズを調整して挟むやつ、無理にこう広げるわけでもなく、ここ1回でフィッてやれば挟めちゃうので、これ便利かなと思います。これね、意外とバネが強い、強いです。しっかりとバネがしてるので意外と強固ですね。で、このように装着ができました。で、あとはこの後スマートフォンを取り付ければ、はい、これで完成です。で、さらにこれ邪魔だよという、この長さだと視野に入って邪魔だという方は、これを横向きにしてあげればいいのかなと思って、横向きでちょっと一緒に再調整して自分の見やすい位置にしてもらえればいいのかなと思います。で、スマートフォンをドライブレコーダー代わりにしたいよって方もこの形でいけるのではないかと思いますので、この後は、実際に走行して見ていきたいと思います。さあ、それでは早速、取り付けたスマートフォンで、実際に車の方を走らせてですね、どんな風に映ってるのか確認の方をしていきたいと思います。これでここの道が40キロ、法定速度40キロなので、40キロに合わせて、走行の方していきたいと思います。どうでしょうかね、やはりちょっとした地面の段差だったり凹凸だったりというのを拾ってしまうのかなという映り方でしょうか。やっぱりこうスマートフォンの方を見てても、多少上下ブルブルって震えるのが見て取れるので、実際これを後でパソコンとかで見た時にはもっと大きくブレが出てしまうのかなっていう僕の今のところのイメージです。で、画角の方はやっぱりドライブレコーダーの方が画角は広いかな、やっぱりそれなりに作られてるからでしょうね。どうしてもこうして簡易的にスマートフォンをドラレコとして使うっていう使い方はしない方がまあいいのかもしれない。もしね、緊急事態で何か事故とか起こった場合にブレブレだったら証拠が分からなかったり、相手のナンバープレートが分からなかったり、そういったこともあるから、あくまでも、簡易的、っていうところですか。